ポケットからはみ出したあなたの夢を花びらに変えて風が運ぶよ。パレットから飛び出した七色の笑顔、みんなの瞳をキラキラ包むよ。新しい薬草の実験ならごめんだぜ。違うわ、世界で一番素敵な写真、ほら、ベア先生とジョー先生の結婚式の時の写真よ。綺麗ね、ジョー先生。僕にも見せて。僕も。うわ、僕も、僕も見る。ねえナン、私たちもいつかこんな風に花嫁さんになるのかしら。うん、デイジーブルック、何時健やかなる時も辞める時もこの男のみに沿うことを誓うか。はい、誓います。それ何？何？結婚の誓いの言葉よ。結婚の誓い？そう、デイジーは今永遠の愛を誓ったの。じゃあ次は何の番よ。アニー・ハーディング、何時健やかなる時も辞める時もこの男のみに沿うことを誓うか。はい、誓います。デイジーは優しく親切な子だ。いつも僕のことを信じてくれる。だから僕は。ナット、女の子に好きだって言われたことあるか？な、何いきなり。ナンは僕のこと好きみたいなんだ。本当？あいつなんだかんだ言って僕に気があるのさ。さっきもそんな顔してた。へえ、そうなの。ああ、ナットも頑張れよ。え？デイジーのこと好きなんだろ？そんな。照れるなって。ナットがデイジーのために曲を作ったのちゃんと知ってんだから。トミー。早く聴かせてやりなよ。応援するから。うん。ねえ、ポップコーン作るんだ。来ない？行く行く。どうだろう、女の子たちも誘った方がいいんじゃないかな。賛成。僕も。デイジーは上手だよ、作るの。ポップコーンを作らせたらナンが一番さ。あいつにかなうものはいないよ。じゃあ君たちの恋人を連れておいでよ。こっちは構わないぜ。うん、僕の妹を恋人だなんて言わないでくれ。バカバカしい。でもデイジーはナットの大切な人だよ。そうだろ。ネット、確かにデイジーは僕に親切にしてくれるけど、そんな。ナンは僕の恋人さ。1年もしたらナンと僕は結婚するんだ。誰も邪魔するんじゃないぞ。ねえナン。ん？ナットのことどう思う？ナット？少しハニカミ屋さんだって思うことない？うん、ある。少し子供っぽすぎるのかしら。一体どうしたのデイジー。ナンはナットのこと好き？
うん、好きだよ。友達だもん。そうよね。好きよね。友達だもの。本当にどうしたの？なんでもないの。私写真返してくる。デイジー！あ、デイジー、ポップコーン。おいな、デイジーどうしたんだ？わかんない。ナットの話をしてたら突然。ナットの話？本当に鈍いな、ナンは。どういうことよ？ほら、あれだよ。何時健やかなる時もってやつ。え？ああ！結婚するの、デイジー？そいつはまだわからない。でも僕が思うに、あの二人が恋に落ちてるってことは確かだな。ところでな、僕たちのことで話が。なん、何がおかしいんだよ。ごめん、トミーが変な顔するんだ。まったく。私になんか用だったの？スタッフィーたちが河原でポップコーン作らないかってさ。わ、作る作る。その前に話が。河原ね。おい、なん。なあ、話が。くそ。いい匂い。早く食べたいな。もうすぐよ。待ってて。手伝わなくていいのかな。なんとスタッフィーに任せておけばいいさ。それよりナットの番だぞ。なぞなぞ。デイジーはどうしてミツバチのようなのか。デイジー？蜂の中の女王だから。違う、可愛いから。ミツバチは可愛くないよ。降参。デイジーは甘いものを作るし、いつも忙しくしてるし、花が好きだからだよ。なるほど。ナンはどうしてクマンバチのようなのか。可愛くないし、つまらないことにブンブン騒ぐし、猛烈に刺すからだ。エーシアが使うものでトミーに似てるものなーに。なんだろう。そう、胡椒つぼ。お料理には必要だけど、私は嫌い。なんだよそれ。こいつはいや。おかしくない。うん、ナンは僕のこと好きかと思ってたのに。恋人だろ僕たち。私がトミーの恋人。私がトミーのこと好きだって言うのよ。まったくあいつったら。まあそうなの。とんでもない。あんまりおかしいんで笑っちゃった。なんらしい。ねえ、ナットはもうデイジーのこと好きだって言った？まだなら早く言えばいいのにね。知らない。何の意地悪。デイジー、どうしたのかしら。まあいっか。いいなあトミーは。何が？何にあんなにはっきり好きだって言えるんだもの。僕はダメだ、臆病なんだ。デイジーのこと？うん。簡単簡単、好きだって言えばいいんだ。そうかな。そうさ、言ってしまえばなんとかなるもんさ。おいトミー、海賊ごっこやろうよ。ナットもおいでよ。ちっ、いいよな、子供は悩みがなくって。行こう。僕はいいよ。うん、じゃあな。おーい。ねえ、ナットはもうデイジーのこと好きだって言った？まだなら早く言えばいいのにね。デイジー、ナット、座っていい？え、
イジー。何？え、あの、なんでもない。そう、そうなの。デイジー、僕、話が。何？僕、バイオリン。バイオリン？うん、僕、デイジーのために。あの、大きくなってもずっとバイオリンを弾いていられたらいいなって思って。そう、オーケストラにも入ったりして。デイジー、僕、バイオリン。そんなにバイオリンが好きなの？どうしたの、デイジー？ナットはずっとバイオリンを弾いてればいいのよ。デイジー、ナットなんか嫌い、大嫌い。デイジナットは私のこと嫌いになったわ。え？あんなこと言ったんだもの。ナットに嫌われても当然よ。デイジわけで、デイジーはナットに大嫌いって言ったらしいの。デイジーショックだったのね。泣いてた。トミー、聞いてるの？聞いてるよ。あの二人は今朝から一度も口を聞いてないの。ナットは恥ずかしがり屋だからな。好きなら好きではっきりしろって言ったんだけどな。なーに？それじゃナットをそそのかしたのはトミーなの？なんだってデイジーに余計なこと言ったんだろ。そうね、そのつもりじゃなかったんだけど。だから絶対にあの二人を仲直りさせなきゃ。トミーも手伝ってね。うん、でもどうやって？え、待っててくれたの、デイジー。だからどうすればいいの？元はといえば、あの二人の喧嘩の原因作ったのトミーとナンなんだろう？そうだよ、僕たちに相談されてもな。好きなのにどうして喧嘩するのかしら。ああ、でもわかるな、その気持ち。え？ナットのやつ、男らしく好きだって言っちまえばいいんだ。悩むことないよ。なんとかしたいけど、どうすればいいの？なーん！なーん！僕、なんと結婚するの！バクマン！あたしと結婚？うん！僕、お父さんとお母さんの結婚式の写真みたいになりたいの！バクマン！バクマン！結婚式の写真？そうだわ！それがいい！かしら。ダメだよ、配るのは子供だけってナンが言ってただろ。僕、お母さんにはあげたいの。知らないぞ、僕。はい、どうぞ。はい、ありがとう。今日、柳の木の下でナットとデイジーの結婚式を行います。結婚？出席の方は
花やお菓子などお祝いの品を持って集まること。追伸、これは大人には内緒です。おい、ナン。あ、ダン、見て、私が作ったポプリ、デイジーにプレゼントするの。でもどれにしようか迷ってんの。ダンならどれがいいと思う？本当にこんなバカなことやるつもりなのか。バカなこと？ああ、ナットの気持ちを考えてみたことがあるのか。あいつは夜も眠れないくらいなんだぞ。デイジーもよ。デイジーだって夕べ泣いてたわ。ナットにひどいこと言ったって。私のせいよ。私が余計なことを言ったから、デイジーとナットは喧嘩してしまった。だから二人を仲直りさせたいと思った。そうよ、私バカなことしてるのよ。結婚式ごっこをやったって、仲直りできるかどうかわからないわ。でも、なんとかしたかったのよ。これにしな。デイジーにプレゼントするんだろ。ダン、しょうがねえから今度だけは手伝ってやる。だけど何のやり方に賛成したわけじゃねえからな。うん、わかった。よかった。さあ支度しなくっちゃ。こいつ現金なやつだな。先生、何のせいじゃありません。私がわがままだったんです。そうね、喧嘩は良くないわね。でもいい方法かもしれないわ。え？さてと、仲直りの手伝いをしましょうか。先生！大変です！なんとか家出しちゃいました！家出？どういうこと？僕たちが結婚おめでとうって言ったら、真っ赤になって林の方へ駆け出しちゃったんだ。どうも結婚式を、嫌がってるみたいなんだ。結婚だなんて、そんな。ジョー先生。あなたのバイオリンを借りたわ。結構難しいものなのね。ナットがあんなに上手に弾けるのはどうしてかしら。僕、上手に弾こうなんて思ってません。ただバイオリンが好きで弾きたくなるだけなんです。そう。じゃあ弾いてちょうだい。え？さあ。はい。ねえ、ナット。はい。あなたさっきバイオリンが好きで弾きたくなるって言ったわね。はい。デイジーのことも同じじゃないかしら。先生、デイジーが好きでそばにいたいっていうのは当たり前の気持ちなのよ。でも僕。そうね、デイジーの前だと胸がドキドキしちゃって何にも言えなくなっちゃうんでしょ。はい。難しいことよね、人を好きになるって。ナットもバイオリンが好きだって言えるのと同じように、デイジーが好きだって言えるといいのにね。ね、そう思わない？さあ弾いてちょうだい。あ、はい。そろそろデイジーのところへ行きなさい。あの子に言わなきゃならないことがあるでしょ。ああ、先生。ほら早く。はい。ごめんデイジー、何もかも私がぶち壊しちゃったのね。
君が大好きだよ。ナットとデイジーの結婚式を行います。結婚？出席の方は花やお菓子などお祝いの品を持って集まること。追伸、これは大人には内緒です。おい、ナン。あ、ダン、見て、私が作ったポプリデイジーにプレゼントするの。でもどれにしようか迷ってんの。ダンならどれがいいと思う？
本当にこんなバカなことやるつもりなのか。バカなこと？ああ、ナットの気持ちを考えてみたことがあるのか。あいつは夜も眠れないくらいなんだぞ。デイジーもよ。デイジーだって夕べ泣いてたわ。ナットにひどいこと言ったって。私のせいよ。私が余計なことを言ったから、デイジーとナットは喧嘩してしまった。だから二人を仲直りさせたいと思った。そうよ、私バカなことしてるのよ。結婚式ごっこをやったって仲直りできるかどうかわからないわ。でも何とかしたかったのよ。これにしな。デイジーにプレゼントするんだろ。ダン、しょうがねえから今度だけは手伝ってやる。だけど何のやり方に賛成したわけじゃねえからな。うん、わかった。よかった。さあ、支度しなくっちゃ。こいつ現金なやつだな。先生、何のせいじゃありません。私がわがままだったんです。そうね、喧嘩は良くないわね。でもいい方法かもしれないわ。え？本当にこんなバカなことやるつもりなのか。バカなこと？ああ、ナットの気持ちを考えてみたことがあるのか。あいつは夜も眠れないくらいなんだぞ。デイジーもよ。デイジーだって夕べ泣いてたわ。ナットにひどいこと言ったって。私のせいよ。私が余計なことを言ったから、デイジーとナットは喧嘩してしまった。だから二人を仲直りさせたいと思った。そうよ、私バカなことしてるのよ。結婚式ごっこをやったって仲直りできるかどうかわからないわ。でも何とかしたかったのよ。これにしな。デイジーにプレゼントするんだろ。ダン、うん、わかった。よかった。さあ、支度しなくっちゃ。こいつ現金なやつだな。先生、何のせいじゃありません。私がわがままだったんです。そうね、喧嘩は良くないわね。でもいい方法かもしれないわ。え？さてと、仲直りの手伝いをしましょうか。先生、大変です。なんとか家出しちゃいました。家出？どういうこと？僕たちが結婚おめでとうって言ったら、真っ赤になって林の方へ駆け出しちゃったんだ。どうも結婚式を嫌がってるみたいなんだ。結婚だなんてそんな。ジョー先生。ふう、あなたのバイオリンを借りたわ。結構難しいものなのね。ナットがあんなに上手に弾けるのはどうしてかしら。僕上手に弾こうなんて思ってません。ただバイオリンが好きで弾きたくなるだけなんです。そう。じゃあ弾いてちょうだい。え？さあ。はい。ねえナット。はい。あなたさっきバイオリンが好きで弾きたくなるって言ったわね。はい。デイジーのことも同じじゃないかしら。先生、デイジーが好きでそばにいたいっていうのは当たり前の気持ちなのよ。でも僕。そうね、デイジーの前だと胸がドキドキしちゃって何にも言えなくなっちゃうんでしょ。はい。難しいことよね。エーシアが使うものでトミーに似てるものなーに？なんだろう。そう、胡椒つぼ。お料理には必要だけど私は嫌い。なんだよそれ。こいつはいいや。おかしくない。うん、ナンは僕のこと好きかと思ってたのに。恋人だろ僕たち。私がトミーの恋人？ポップコーンが。ど
新しいのを作るわ。デイジー、ポップコーン作ったの、食べる？ありがとう。焦げ臭い。ごめん、トミーが変なこと言うもんだから。変なこと？私がトミーのこと好きだって言うのよ。まったくあいつったら。まあそうなの？とんでもない。あんまりおかしいんで笑っちゃった。なんらしい。ねえ、ナットはもうデイジーのこと好きだって言った？まだなら早く言えばいいのにね。知らない。何の意地悪。デイジー、どうしたのかしら。まあいっか。いいなあトミーは。何は？何にあんなにはっきり好きだって言えるんだもの。僕はダメだ、臆病なんだ。デイジーのこと？うん。簡単簡単、好きだって言えばいいんだ。そうかな。そうさ、言ってしまえばなんとかなるもんさ。いいよな、子供は悩みがなくて。行こう。僕はいいよ。うん、じゃあな。おーい。ねえ、ナットはもうデイジーのこと好きだって言った？まだなら早く言えばいいのにね。デイジー。ナット、座っていい？何？え、あの、なんでもない。そう、そうなの。そろそろデイジーのところへ行きなさい。あの子に言わなきゃならないことがあるでしょ。先生。ほら早く。はい。ごめんデイジー、何もかも私がぶち壊しちゃったのね。
までみたいに仲良くできない。私本当はいっぱいお話がしたいのに、どうしたら仲直りできるの。どうしよう。そんなんじゃないの、ナットと喧嘩しちゃったの。よかった、ポップコーンのせいじゃなかったのね。ナットと喧嘩。大したことじゃないわ、もういいの。よくないわ、デイジーとナットはあんなに仲良しだったじゃない。ナットは私のこと嫌いになったわ。え？あんなこと言ったんだもの、ナットに嫌われても当然よ。デイジーというわけで、デイジーはナットに大嫌いって言ったらしいの。デイジーショックだったのね。泣いてた。トミー聞いてるの？聞いてるよ。あの二人は今朝から一度も口を聞いてないの。ナットは恥ずかしがり屋だからな。好きなら好きではっきりしろって言ったんだけどな。なーに？それじゃナットをそそのかしたのはトミーなの？なんだってデイジーに余計なこと言ったんだろ。あ、そうね、そのつもりじゃなかったんだけど。だから絶対にあの二人を仲直りさせなきゃ。トミーも手伝ってね。うん、でもどうやって？え、くれたのデイジー。だからどうすればいいの？元はといえば、あの二人の喧嘩の原因作ったのトミーとナンなんだろう。そうだよ、僕たちに相談されてもな。好きなのにどうして喧嘩するのかしら。でも分かるな、その気持ち。え？ナットのやつ、男らしく好きだって言っちまえばいいんだ。悩むことないよ。なんとかしたいけど、どうすればいいの？ナーン！ナーン！僕、ナット結婚するの！パクマン！私と結婚？お父さんとお母さんの結婚式の写真みたいになりたいの。僕も、僕も。結婚式の写真。そうだわ、それがいい。結婚だなんて、そんな。ジョー先生。ふう、あなたのバイオリンを借りたわ。結構難しいものなのね。ナットがあんなに上手に弾けるのはどうしてかしら。僕、上手に弾こうなんて思ってません。ただバイオリンが好きで弾きたくなるだけなんです。そう。じゃあ弾いてちょうだい。え？さあ。はい。ねえナット。はい。あなたさっきバイオリンが好きで弾きたくなるって言ったわね。はい。デイジーのことも同じじゃないかしら。先生、デイジーが好きでそばにいたいっていうのは当たり前の気持ちなのよ。でも僕。そうね、デイジーの前だと胸がドキドキしちゃって何にも言えなくなっちゃうんでしょ。はい。難しいことよね、人を好きになるって。ナットもバイオリンが好きだって言えるのと同じように、デイジーが好きだって言えるといいのにね。ね、そう思わない？さあ弾いてちょうだい。あ、はい。Thank you.
そろそろデイジーのところへ行きなさい。あの子に言わなきゃならないことがあるでしょ。先生、ほら早く。はい。ごめんデイジー、何もかも私がぶち壊しちゃったのね。君が大好きだよ。